ツンドラ気候とは、欠片の気候区分における、気候区の一つで寒帯に属する。記号は ET で、E は寒帯、T はツンドラを意味する。ツンドラとは本来、サーミ語、ウラル地方の言語で、木がない土地を意味する。気候が、森林の生育に不適格なため樹木が成長せず、永久凍土が広がっていることが多い。祭壇月平均気温が、 摂氏0度以上摂氏10度未満。最寒月平均気温及び降水量についての条件はない。年中平均気温が9度であっても該当する。そのため、年格差の小さい赤道付近の鉱山では、これに近い形でツンドラ気候の条件を満たす場所が存在する。主に北半球の大陸北部及びグリーンランド周辺に分布し1年のほとんどは、 氷雪に覆われているが夏には永久凍土が溶け、ツンドラーと呼ばれる、仙体類や地衣類などの植物により、ごくわずかではあるが覆われる。少数の犬とサーミ人などが生活を行っており、トナカイの遊牧が盛んである。ツンドラ気候の世界的な分布北アメリカ大陸や、ユーラシア大陸の北極海沿岸、グリーンランド南部などの北極海沿岸、アイスランド北部、 チリの最南部、インド洋南部のケルゲレン諸島、南極半島など。また、チベット高原、アンデス山脈、富士山頂などもこの気候に属するが、高山気候を定義する場合は、高山気候に属する。日本では、富士山をはじめ、大雪山、飛騨山脈などに位置する鉱山の山頂付近が該当する。気象庁の観測地点で、ツンドラ気候に属するのは、 富士山頂のみである。ツンドラ気候に属する観測地点が存在するのは以下の市町村である。人間の居住が困難なため、基本的にこの気候区の地域は人口が希薄で大都市は発達しておらず、人口数千人規模の都市、村落が多い。例外的にアンデス山脈の低緯度地帯では、最短月平均気温は10度を割るものの、 最寒月でも氷点下にならないため、典型的なツンドラ気候の地域に比べ都市が発達している。極高圧帯の影響で降水量は少ないが、春と秋には若干の降水がある。冬の間は EF より寒冷となる地域もある。また、アイスランド北部、アンデス山脈、フエゴ島、ケルゲレン諸島等最寒月平均気温が低く。 摂氏3度以下に下がらないが最短月平均気温が摂氏10度に達する月がないためこの気候に分布される地域も存在する。極地の場合は、白夜と極夜となる。一年の半分以上は氷雪に覆われているが、短い夏の間だけ永久凍土の表面が溶けて、地衣類や船体類が生育するツンドラと呼ばれる植物体が広がる。地衣類や 船体類、双本類などの生育が見られることから、氷雪気候の地域に比べて生態系は多様である。狐やクマなどの哺乳類や鳥類、昆虫など寒地に適合した生物が定住している。地球温暖化により、分布域は高緯度あるいは標高が高い場所に向かって移動すると予想される。平年値が上昇して、最短月の平均気温が摂氏10.0度以上になれば、 定義上は温帯や亜寒帯に変わることになる。長期的には植生が変化して生態系への影響が懸念されている。また以前は氷雪気候に属していた場所がツンドラ気候に変わることもあり得る。地中には永久凍土、永久凍土層の上に強い酸性のツンドラ土が見られる。ありがとうございます。